はい、皆さんこんにちは、ハチでございます。88ザナドやっていきたいと思います。もう武器関係がもうロッドとだいぶ余りましたね。ロッドとグローブはまあそんな感じなので、あとはね、もう普通に行くだけでいいはずなんですけどね、これね。よいしょ、こう行ってこうだったかな。なんかどちらね、回らないといけないんですよね、これね。あとはファイアードレイクさんだな。あ、これか、これ違う気がするけどね。あ、絶対ダメだ、これじゃない。もっと下にぐるっと回らないといけないかな。あ、そんな気がするね。これだ、これだっていう気がする。うん、これだね。で、こっち入るんだよね。よし、さあ次レベル6だ。いや違う、5だね、5だね。あー、この嫌いなとこだ、このあれだ。あ、ここでも嫌いじゃないんだ。あ、もう、あ、寄らなくていいんだ、ここ。ただ、フード大丈夫か。あ、フードはまだ大丈夫か。あそこで買えるわね。うわ、でも18万だ。ここ。私大嫌いとこ。くっそ。もう、腹立つな。69じゃダメなのか。96にしないといけないのか。あ、ほんとあそこあれが悪いわ。相性がね、これね、これ、え、あ、96にしないといけないのか。96、あ、そっか96か。あ、ほんとあそこだけ頭きちゃうね。でこれ入って、で次、次レベル5、あら、レベル6だね。ちょっとお待ちください。どこ？ああ、ここか。で、7行くのはどうだったっけ？ああ、そうだ。上から飛び降りるとこだっけ？あ、違うわ。あれ？ああ、ここか。ああ、ここか。ああ、分かった。飛び降りるとこだ。違った意味で飛び降りるとこだ。こう行って、あ、ただ。ああ、いいのか。これ中入っていくんだよね。こう行って、で、下降りて、あの穴入るんだよね。ただ入るんだけど、あ、そう。これでただ落ち方間違えたらいけないんだよね。これでこう行って、私途中で穴開けて、2回開けてんだよね、これね、私。確か。で、こっち行っちゃダメなんだよね。こっちに行かないと。ここなんだよね、実は。レベル7に向かうのはね。これ私よく待ち、あー、ここ、次ファイアードレイクさんだ。ここが、ここでファイアードレイクさんでダメージもらえなかったら、ちょっと私ショックだなぁ。お、いい。お、いいわ、これ。これだとファイア、ん？あ、そうか、あなたそうか。ちょっと待って、ファイアードレイクさんも見に行くわ。ファイアードレイクさんもっといいかもしんないね。で、この辺だったかな。あー、デレイドさんか。よし、ファイアードレイクさんちょっとね、相手してもらいましょう。あ、あんなとこいるの？ちょっとね、突っ込んできてくんないかな。下まで行っちゃうとね、来てもらえるかどうかわかんないのよね。あー、これファイアードレイクさん来ないな。これ行っちゃうと、あ、私道覚えてるよ、これ。もう指がね、あ、いたいた、ファイアードレイクさん。よし、あ、こ、いや、いいわ、こっちの方が、あ、こっちの方がいい。ちょっと待って、上がってる47、35。あ、いい。いや、あなた全体魔法じゃなかったっけ。47、35が、お、上がっている。35、シルバー上がってないね。あ、これ下手したら殴ってもらうから気をつけないと。魔法は上がるんだよね。あら、シールド全然上がってない。まさか正面から。あ、あれ、魔法って、し、あ、そうか、全体魔法だけか。あっちゃー、ちょっと待ってね。じゃあこうか、
こうしとかないとダメなんだ。ああ、上がった上がった。で、こうか。なるほど。攻撃してくるわけじゃないのか。あら、ああ攻撃してくるとダメなんだね。あーこれ、いや私もうほったらかしであげれると思っちゃった。甘かったな。よし、これで255まで持っていったら、しかもこれフード減らないんだよね、この間はね。これで255まで持っていけたらいいなぁ。はい。ダメだね。48、67、まだまだ先遠いね。そうか、だからやっぱり脳みそが良かったんだね。全体魔法だから、あれ全体魔法の場合は正面で食らわなくてもいいってことなんだよね。よし、なるほど。もう255まで行ったらあれかな、刀のサビにしてもいいのかな彼らは。あとレベル10まで行って経験値もっと稼がないといけないかな。おお、95でも食らえたね。ああ、ダメ。だからこれ、マジックレジスタンスを早々に100にしちゃうとダメなんだね。これどうしよう次回のパートもこれでずっとワンパート潰すのかなちょっと何歩かな、今何歩、88の70、まだまだだね。殴っちゃったしまった、シフト強しっぱなしだもんこれ。うわ、ショック、ショックだ。もう宝箱なくなったことよりもね、数減らしちゃったことがショックだ。あ、これはいいかもわかんない。え？うん。あ、いいわ、これ。あ、うん？邪魔なってんのか。残念だね。何か見れたかな。あー、ストレングス127万5000、そんなあるの。おー、あー、間違えて一匹ぶっ倒しちゃったね。フード17万、まあ17万だったらなんとかなるか。ただ次また石こたま叩かないといけないんだよね、99を。あ、いいね、でもこれ、ああダメだね。ああ、ファイアードリックさんでよかったね。怖いからね、シフトキー入れっぱなしですよ、ずっと。一応まあ目標は255か。あー、でもこれ100からあんま伸びないんだよね確かね。一応まあ箱組み召喚だから、次回も一応これ
や、これで収録するのもなんか、これでワンパート潰すのもなんかすごく心もとないね。心もとないというか、心もとないという言い方じゃないね。申し訳ないね。このね、このパートはまだね、この途中のプロセスがあったからいいんですけど、ちょっと待ってね、私今、やばいことなってない？まさか、もしかこれで積んでたら終わりだよね。あ、積むことはないか。一応私道覚えてるから、これを下に降りたらいいんだよね。下に降りて、左に降りて、下に行った。あ、うん、ちゃんと4つ筋のとこ出てるから、これでセーブしたきゃ問題ないと。もう100いったかい？あ、いった、105、100と。ああ。今ので上がる？うわー、上がってない。もっと強いのとやらないといけないのかな。はい、これね、ターボ入れてもいいんだけどね、ターボ入れたらそれはそれで怖いんだよね。あーもう、あーもう1しか上がってないや。これ大丈夫なのかな。あー来ないか。10の時に勝てるとは思えないんでね、全然思えないんで。ただもうキングドラゴン行ってもいいよね。行っても面白いかもしれない。デスで勝てんのかな。デスではでも魔法は効かないよね、キングドラゴンにはね、きっとね。ちょっと上がった。あ、上がってんだよ。でもシールドが100から上がんない。シールドが100から上がんないね。まあもう110までいかないもんね。あ、手頃な敵で正面からどのレベル？だってもう普通に食らわないからね。ファイアドリックレベル7かな、ここレベル7の敵からだダメージ食らわないもんね、物理はね。上がってる？シールドがもう全然上がってない。シールドが全然上がってないね。シールドが100から上がりません。うん、アーマーは上がっていくけども、シールドが全然上がりません。ダメなのかな。ね、順調に上がってきたのにね。うん、シールド上がんないわ。シールドは魔法で上がる値が決まってんのかな。いや、そこまで細かいことはしないでしょ、さすがに。何分今。あ、アーマーは上がってんね。アーマーだけでも上げていこうか。うん、アーマーだけでも上げていこう。さあ、じゃあどうする、どうする、どうしましょう、どうしましょうかね。次のパートもこれでやるの？まあこの分じゃアーマー200は達成できそうだね、今のところ。打ってこないんだね。あ、いい時間になっちゃったね。
さあ、どんな感じかなと。あ、シールド上がってるわ。102になってんね。これ永遠繰り返すのかな。じゃあね、次のパートはね、一区切りついたとこにしようかな。じゃあこの辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。